はいどうもヒョードルです。ワイルドアームズセカンドイグニッション続きをやっていきたいと思います。グリーンヘルですね。懐かしのグリーンヘル。あ、こっちじゃねえ。ゲートブリッジを越えてデータタブレットを盗んだオデッサを追いかけてグリーンヘルにやってきた感じですね。出てくる敵がねちょっと変わってましたね。やっぱ5年?2年だっけな。ブラッドがここに来た時から確かあれプロローグ始まる時に2年前みたいな感じだったような気がするんだよね。ちょっと生態が変わってるのかな。懐かしの。前はワンちゃんと一緒でしたけどね。あとは一直線かな。お、抜けましたね。そしてこの先のペボック村。あったあった。懐かしのセボック村。あの日あの時と変わらない風景。本当にそうなのか。あの日を境に俺は変わったはずだ。そう、変わらないものなどない。たとえそれがどんな形であろうとも。どうかしたのか。いや、なんでもない。奴らの足取りを追おう。あの女の子とかいるのかな。あ、このワンちゃん大きくなってるけど珍しいこともあるもんだね。ブラッドに懐いてるからか。こらー、あんまりはしゃいでると旅の人に迷惑でしょ。おじさん。俺はおじさんなんて名前でもなければ。もしかしてお前。ここで入力させられるのか。これ名前はラッシュだったはず。間違えたらどうなるんだろう。違うよーみたいな感じになるのかな。ラッシュなのか。やっぱりおじさんだ。私はメリルのことも覚えているわよね。馬小屋で解放してくれた女の子ですね。ああ、もちろんだ。でも君、あれから5年も経ってるんだもん。やっぱ5年前か。もし相応になってもらわないと困るわ。私ね、おじさんにもう一度会いたいってずっと思ってたんだ。あの後ね、おじさんがどうして英雄って呼ばれていたのか聞いたわ。そして英雄がどうして追われなきゃいけなかったのかってことも。でも今はもうおじさんは悪くないって分かったからこうしてここにいるんでしょ。追われる理由は俺も知りたいけど、単純に戦争犯罪人ってことでってことなのかな。いや、今もこうして囚われの身だ。俺はずっと縛られたままだ。あの日からまだ首には爆弾がついてるもんな。私がおじさんに会いたかったのは会わせたかった人がいるからなのよ。おじさんが連れて行かれた後、ラッシュが森の中で倒れていたのを教えてくれたの。この人もおじさんと同じスレイハイム解放軍だと思うんだけど。ここよ。さあ入って。同僚かな。お、知ってる顔。知ってる人？あ、ああ。よかった。この人が身につけてたんだけど、これこの人の名前なんだよね。ビリー。ビリー。ビリーパイルダー。
こいつは俺のかけがえのない親友だ。よかった。この人、怪我と高熱で記憶の方がひどく混乱しているの。自分のことをブラッド・エヴァンスだってつぶやいていたわ。でも納得。おじさんの親友なんだもんね。せっかく会えたのにごめんなさい。私たちではこの人を治すことができなかったの。体の怪我も心の怪我も。生きてまた会えただけでも俺は満足だ。すまない、感謝している。おお、なんかブラッドの語られなかった過去がちょっと明るみになってきそうな感じですね。親友ビリー・パイルダー。ヒレイハイム国では民意を無視した軍事力増強政策を推し進めていた。結果、その政策に反発を覚える者が各地で武装蜂起を行うが、反発する程度で大きな勢力には至らなかった。そんな時、一人の男が現れ、反対勢力を束ね上げ、ヒレイハイム解放軍を結成する。その男とは、ウィンスフェルト・ラダマンティス。俺の、かつての上官の名だ。ああ、そんな関係が。ウィンスフェルトがブラッドの上官だっただって。そんな、ブラッドさんとウィンスフェルトが同志だったなんて。ウィンスフェルトってオデッサの親玉なんでしょ？なんで解放軍のリーダーだった人がテロ組織なんて作ったの？まあ、ほんとそれよな。ひっくり返さずにはいられない性格なのかな。私も村の人たちから聞きました。少数だった解放軍が、各地で正規軍を打ち破っていったのは、ウィンスフェルトのカリスマ性と、英雄ブラッド・エヴァンスと、仲間たちの活躍があったからだと。俺とこいつはいつも一緒だった。だが、ファイナルオペレーションの際、こいつは行方不明に。そして、生き残った解放軍と俺は、内戦のすべての責任を負わされて、戦犯として追われる身となってしまった。そう、ウィンスフェルトの巧妙な罠によってな。はめられたのか。うん。他の人たちが何と言おうと、私とラッシュはおじさんが悪い人じゃないって分かってる。5年前だって村の人たちを守るために何もしないで投降したんでしょ。それだけじゃないよ。グリーンヘルでは村から徴収された人を助けてくれたじゃない。おじさんが悪い人だなんて思う人はこの村にはいないよ。あれから5年、英雄の墓標であるこの村に俺は帰ってきた。そして奴もウィンスフェルトをオデッサを組織して俺の前に帰ってきた。裏切られた仲間のためにも俺は奴を許すことができない。でも、そんな大事なこと、なぜ今まで黙っていたんだ。まさか、僕たちの敵であるウィンスフェルトと、つながりがあったなんて。すまない。俺と奴の問題。蹴りは俺の手でつける。そう考えていた。俺の支援に、お前たちを巻き込むつもりはなかった。私たち、アームズの仲間なんだよね。私たちは、ブラッドのこと、仲間だと思ってもいいんだよね。昔ウィンスフェルトとブラッドが一緒に戦った仲間だったとしても今は違うんだよね。ああ、今の俺はオデッサと戦うアームズのブラッドだ。問題はこれからどうするかだな。データタブレットを盗んだ奴らの足取りはこの村で途切れてしまったみたいだし、確かこの先は海だよな。海を渡って隣の大陸に行った。そう考えるのが妥当なのかな。海を越えた北西にある広大な砂漠地帯は、かつてスレイハイム国だったところだ。ウィンスフェルトのことだ。廃棄され無人となった施設を拠点にしている可能性もある。確か、あの辺りにはクワトリーという町があるはずだ。そこで情報収集をしてみるのはどうだ。ただ、スレイハイム国へは船がなければ簡単には行けそうもないが。そういえば、ホバークラフトはずっと遠くに置いてきちゃいましたね。よし、手探り状態になるかもしれないけど、まずクワトリーを目指してみよう。スレイハイムに行く方法はいくらでもあるはずさ。明日手段を探そう。
いやー、まさかのブラッドとヴィンスフェルトのつながり、そしてスレイハイム解放軍の親友ブラッド、ブラッド人が壊れる、あはは、なんかもうおかしくなっちゃったんだね。車椅子に乗ってるんですよね、ビリーはね。戦争の傷跡って感じですね。おじさんが無事でよかった。あの後おじさんが無事なのかもわからなくてすごく心配だったんだから。5年前のあの日のこと感謝しておりますのじゃ。あなたの力をもってすれば逃げようと思えば逃げられたはず。わしらのことを思って投稿してくださったあなたは優しい方じゃ。おお、クレストグラフやったね。どうですか、あなたはビリーさんのお友達でしたか。ビリーさんのことは心配しなくてもいいですよ。私たちがちゃんと看病をしますから。まあ、ゆっくりと過ごしてくれ。うへえ、船は渡しただろう。は、早くこの村から出て行ってくれ。お、お前さんはさっきの奴らの仲間じゃないんだな。お、船を渡した。やっぱり、渡ったっぽいですね。ブラッドさん、本当にブラッドさん、5年前のあの時以来メリルがあなたのことを心配してました。無事で 何よりでしたわ。トレジャーコール使ってった方がいい。音は聞こえないな。5年前の内戦が終わってから玉米屋なんてお客は減る一方でね。まあこれからもひいきにしてくれや。アームに前段装填。はい、これね、忘れるとああ玉がないって毎回なるから。お、アームの宝箱発見。えい、アームパルスクラスターを手に入れた。パルスクラスターはブラッド用のヘビーアームです。エネルギー炸裂弾による攻撃を敵全体に対して行います。なんか結構ブラッドのアームは全体対象、複数の敵にね攻撃するアームが多い感じがしますね。ここ馬小屋かな。うん、ブラッドがかくまわれてたところですね、5年前に。オッケー。ほんじゃあ、セボック村は、後にしましょうか。ねえ、ラッシュねー。お？ラッシュにも困ったわ。どこからかガラクタを集めてきては気に入った人にあげる変な癖があるのよ。あ、テレポートオーブ。あ、データタブレットじゃん。わお、見て、これデータタブレットだよ。いや、破壊されているみたいだ。僕たちが固有パターンを頼りに追跡していることがバレてしまったらしい。秘密保持のための処理が施されている。データタブレットの慣れの果てか。どうやら追跡はここまでのようだな。足を使った地道な行軍となるが、予定通りスレイハイムを目指そう。ん？こっちのはテレポート用のアイテムか。これがあれば、僕が一度でも訪れたことのある街なら、どこへでも移動できるな。あう、私この手のアイテム苦手だな。というわけで、こっから？ホバークラフトは置いてきちゃった。だから一旦テレポートオブで戻ろうってことでいいのかな。ちょっと通信してみようかな。クワトリーに関する情報をこちらでもいくつか集めてみた。クワトリーへ向かうには内海の南西部へと流れ込んでいるリキキス川、あ、これ前行ったわ。そこから砂漠地帯へと上陸できる浜辺があるはずだ。クワトリーはビッグバレーと呼ばれる大断層にかかる橋の町、これを手がかりにしてほしい。以上だ。了解。そうそうそう、これね、ちょっともう
記憶をお便りにやっちゃいますけど、ビルカテレポートアイテム苦手なんですね。でテレポートオーブを使ってこれどこ飛ぶのがいいんだろう。タウンメリア飛んだらホバークラフトついてくるんだっけな。これね赤く光りました。じゃがじゃーん。はい、転送失敗っていうね。離島の出張所、ビルカはテレポートオーブ使うと転送失敗しちゃうんですね。で前々回もうちょっと前かな、シエルジェ自治領でちょっと話が出てたんだけど、もしかして外から来た人、いやもしかしなくてもそうだよね、ははは。いやね、僕ねここで紋章魔法の研究をしてるんだよ。見ればわかる？そうだよね。ここは僕のアトリエでね、長年の研究成果、上位魔法の体系付けがようやく完了したんだ。上位魔法、どうかな？びっくりしたかな？そうだよね。シエルジェ自治領からこんなことを組んだりまでやってきて、研究を続けた甲斐があったみたいだね。従来の紋章魔法を超えた紋章魔法、知りたいよね？知りたいよね？わかるな、その気持ち。僕だって教えたいさ、たくさんの人に教えたいさ、わかるよね。そこでだ、僕からお願いがあるんだけど聞いてくれるかな。聞いてくれるよね。上位魔法についてまとめた魔導書をシエルジェ自治領のカラヤンまで届けてほしいんだ。これ図書室にいた人ですね。彼なら各地に散ったギルドの仲間たちに上位魔法の秘技を伝えられるはずなんだ。確かそうだったよね。はい、これが僕のまとめた魔導書、ハイクレストね。お願いね。そうそう、忘れてた。僕の名前はね、D、ジョン D って言うんだね。僕からのことづけだってことを伝えといてね。これカラヤン図書室で話したんですけど、D 君が文字通り、なんか、島流しになってかわいそうみたいなね、話をしてました。ついに上位魔法が使える。リルカ強くなっちゃうよ。攻撃魔法の平和利用。現在攻撃魔法と呼ばれる炎属性や氷属性などの多くの魔法だが、本来は平和利用されるべきものであった。炎の魔法で炎を起こし暖を取り、氷の魔法で物を凍らせることで保存したり、そういった使われ方をするべきなのである。しかし今はそれら本来の使われ方よりモンスターを倒すための手段として用いられることが主となっている。それに伴い、より強力な魔法が求められている現状は、ある種の危険性をはらんでいると言える。より強力な魔法を求めることは、より強力な兵器を求めることと同じ。次世代のクレストソーサラーたちが、魔法の平和利用をすることを強く願うものである。何ら変わりはないんだね。これは同じポイントですね。OK。確かここね、ちょっと宝箱があそこですね、あって、どうやって行くんだったかな。なんか縁のあたりをこうぐるっと回って、みたいな感じだったと思うんだよね。どう行くんだっけな、ここかな。樽の中、あー出ちゃった。オッケー、いけた。風緑、あれ不意打ちを回避とかじゃなかったっけ。結構不意打ち食らうからな。ちょっと風緑装備しとこう。不意打ち結構来るんですよね、割とだるい。さて、そんじゃちょっと寄り道になっちゃいますけど、シエルジェ自治領戻って、カラヤン君に、この、ハイクレストでしたかね、魔導書を渡してきましょうか。これだ、カラヤンさん。これは D 君からのハイクレストの魔導書。どうでありますか ?D 君はやったでありますね。届けてくれてありがとうであります。早速各地に新しい紋章魔法の秘技を伝えに行ってくるであります。
ごきげんようであります。このカラヤンさんとジョン D はめちゃめちゃなんか喋り方に癖がありますね。キャラ立ってんな、こんだけで。オッケー。ではでは、改めてクアトリーを目指してリキキス川を遡って架け橋のクアトリーですね、向かいたいと思います。じゃないかな。あ、これこれ、リキキス川の縦看板ね。ここを遡っていって、砂漠地帯。こっちじゃねえな。これハルメッツ側だな。お。おお、なんか新種。ケルピー。ああ、ケルピーっつったらね、馬にヒレが生えたやつだよね。なんか、ワイルドアームズ2の世界は、怪獣がいっぱいいるから、倒せるかな。パークか、ライトニングかな、ティムの場合は。まだ覚えてないんだよね。ちょっと怪獣っぽい見た目してますよね。トゲトゲだし。こんな強くないと思うし、これで倒せるんじゃないかと思うんだけど。あ、いけたいけた。せっかくなんでね、アルバムコンプとか目指したいよな。アルバムコンプしてもなんもないんですけどね。端末インタビューによると、アルバムをコンプすることで全身を満たす達成感に包まれることができるみたいな、そんな感じのことが書いてありましたね。ここが砂漠地帯ですね。前ちょっとだけ来たかな。で、大断層にかかる橋の町ってことで、この辺が、お、アイテムだ。ラッキーカード。おお、砂漠っぽいモンスター。これはフリーズかな。フリーズかアクアか。ティムはまだ水しかないんで、水と氷でね、属性別なんで。氷は弱点ではなさそう。じゃあこっちだ。オッケー。不自然に色が変わっている。怪しい。あ、やっぱり。ありましたね。クワトリー。架け橋のクワトリー。このクワトリーは大地の亀裂、ビッグバレーに架けられた石の橋の上にできた町なんですよ。おい、なんかちょっとヒヤヒヤするな。落ちたりしないのかな。オデッサを率いるヴィンスフェルトなる悪漢、あいつは元スレイハイム解放軍のリーダーであったという。ならば行き場を失ったスレイハイム解放軍の残党がオデッサなのだろうか。うーん、まあそういう話になってくるよね。ブラッドとの関係はどうなのかみたいな。今持ちきりなのはこの町に怪しい一団がやってきたってことなの。お、大量の物資をかき集めて南の砂の海に向かっていったそうじゃない。あれが噂のオデッサかしら。あんたたちが頑張って戦ってるのよくわかってるつもりだけどさ、ちょっと気になることがあるのよね。どうしてあんたたちの行くところ敵であるオデッサが必ず現れるのかしら。もしかしてあんたたちの情報が向こうに筒抜けなんじゃないの。この内通者フラグがバシバシ立ってんだけど。これ
これ当然ブラッドに疑いが向くやつだよね。お？ための女はタリドリ。マガ払いの同行者を探している。手を貸してもらえぬか。マガ払い？モンスターをハントすることを専門とした渡り鳥や、その活動をマガ払いというんだ。なんかちょっと歴史ある感じ。会場となったスレイハイム城にてマガ払いを行う。ここでお前の協力が必要なのだ。でも構わぬだろ。話は決まりだ。マガ払いは明日行う。今から楽しみだ。めちゃめちゃ強引やな。待ってくれ、まだ何も。それに互いに名乗っていない同士、危険なマガ払いを一緒に行うなんて。カノン。カノン。カノン。通りなだが、抱いていくにはそれで十分だろう。アシュレイ・ウィンチェスター。なんか怪しげなおじさんもいたな。カノンさん、アシュレイさんのことを知っていました。でも落ち合う場所も時間も何も決めないで行っちゃったよ、あの人。なぜこうも、もう一人の僕が騒ぐ。カノン、何者なんだ。明日スレイハイム城に行ってみればわかるだろう。今日はここで体を休めておこう。すげえ強引な突発任務が。ブラッド、スレイハイム城のことだけど、いないのか。お、あれ、昼間いた怪しげなおじさんですね。ブラッド、どこに行っていたんだ。スレイハイム城のことを詳しく聞きたかったんだけど。すまない。スレイハイム城は潮の原野を北東に突き進んだ外れに位置している。ブラッド、何も言ってくれないのか。いや、ブラッドを信じるんだ。仲間を信じられないでどうする。一緒に戦ってきた仲間じゃないか。どうした、アシュレイ。あ、いや、なんでもない。スレイハイム城に向かうには潮と化した死の大地を行かなければならない。死した大地には死にきれず徘徊する死霊どもが溢れている。死霊どもに惑わされるな。おー、ざわざわしてるな。ブラッド内通者説。スレイハイム解放軍の英雄ブラッド・エヴァンスといえば誰でも知っている名前だ。だが、あの戦役の中、写真も近しいものも失われてしまい、この顔を知る者は誰もいない。このあたりが彼の英雄か伝説かに拍車をかけているのじゃないのか。なるほどね、まあ、天才とかと同じですよね。よく知らない、原因がわからない、把握しきれないものに対して畏怖の念を抱く。そんじゃあ、まあちょっとブラッドさん怪しいねって感じもありつつ、今回はこの辺で、次回ですね、スレイハイム城行ってみたいと思います。それではまた次回です。どうもありがとうございました。